なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。60分一本勝負を行います。青コーナー小太郎ゼロワン240ポンド高橋冬樹。冬樹220ポンド山笠ジェット新助。ゲット山笠。赤コーナープロレスリングノア青柳215ポンド青柳まさし館長190ポンド鈴木小太郎レフリー阿部慎介館長。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。バット返します。ショルダータックルで倒します。ラフ殺法に転じます。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。抱えます。耐えます。エルボーを入れていきます。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。ガードします。蹴りを見舞ってまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。組み合います。逆に投げてまいります。ここでタッチです。キック攻撃を見舞います。行きます。切り返します。ドロップキックを放ってまいります。あっとエルボー強烈に打ち込みます。スープラトンで放っていった。体を預けます。肩が上がります。行くのか。リバースで返します。バットキャッチした。バットそのまま倒します。立ってまいります。ロックアップフライングメイヤーで倒します。鋭いキックです。張ります。打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。ブロックします。起こします。腕をフックします。アームブリーカーに取ります。ストンピング蹴りつけてまいります。スイッチしてまいります。
おっと逆に捉えた。肘を打ち込んでまいります。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。腰を落として逆エビ固めの体勢です。このあたり入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。コーナーに振った。エルボーを打ち込む。ガジェット組み合った。そのまま投げていった。抑え込んで、ロープブレイク、ロープブレイク。小股に挟んだ。リバースで返した。エルボードロップ強烈。いけるか。あっと切り返した。強烈に決めていった。掴んだ。させません。お気をつけください。キックいけるか。お気をつけください。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。あっと投げていった。リングに戻ります。10分経過。リングに戻ります。逆に捉えた。あ、逆にパンチ。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。あっとエルボー。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。蹴りをぶち込む。組み合った。ロープに振って、立たせていく。後ろ回し蹴り気味のフライングニアキック。ここでタッチだ。すごい音がした。組み合った。逆にロープに振った。なんとドロップキック。トップロープを狙う。放っていくのか。ダイビングバディパス。トップロープを奪う。急降下ニートロップ。15分経過。15ミレット。キックが顔面を捉える。ストッピングを叩き込む。抜くのか。
登ってリングに戻ります。ハッター、いけるか。ボディスラムで投げつける。スノー腹でジャンプだ。抱き起こす。フライングリーキック、場外に降りる。バックに回った、外した、ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した。引き起こす、ガチッと組み合った。お気をつけください。リングに戻ります。一気に料理するのか。リングに戻ります。ブロックした。さあタッチ、ダブルで放っていった。ここでロープブレイク、蹴っていった。さあ最後のスペシャルディナーはどう繰り出されるのでありましょうか。一気にいった、ライガーボール、カウントツー、エルボーで返す、ガードした、絞り上げる、強烈頭を掴んでエルボー速射砲。いけるか。コーナーに振ってジャンピングに、ガチッと組み合った。
そのまま叩きつけていった。逆エブで一気に反り上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。マットキャッチした。バック当たってジャーマー。綺麗な人間鏡。地味ながらも堅実な試合を見せてまいります。この男、川端騎士の入場であります。シングルマッチ時間無制限1分勝負を行います。青コーナー01260ポンド、黒毛和牛タン。赤コーナープロレスリングノア250ポンド、川端騎士。レフリー阿部慎介。和牛タ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。エルボー張ります。キックを打っていきます。抱えます。あっと、うまく切り返した。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。エルボーを入れていきます。蹴ってまいります。腕をフックします。あっと、ジャックハマーで叩きつけた。カイナ力で締め上げてまいります。行くのか。フライングメイヤーで倒します。スタンディングを取らせます。ロックアップ、逆に振り返した。肘を打ち込んでまいります。あっと、返します。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。コーナーに振った。走り込んでのエルボー。エルボーで返します。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、組みに行きます。
ボディスラムで叩きつけます。起こしてまいります。組み合います。ロープに振った。ラリアット至近距離。ロックアップ。倒してまいります。チョップが食らってまいります。行くのか。逆に切り返します。乾いた音が館内に響きます。耐えます。フロントからのキック。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。組みに行きます。この辺りうまいですね。そうですね。こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。ねえ。逆に投げてまいります。絞り上げてまいります。ロープに逃れました。行くのか。巻き投げで切り返します。ダイビングセンター。強烈。起こします。抱えます。抜けてまいります。組み合います。こうやって投げられた時に受け身を取ってますけど、プロレスの受け身は他の格闘技以上に難しいんですよね。だから反復練習っていうものがとても大切なんです。ああそうなんですか。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか。そうですね。こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。ああそうですか。立ってまいります。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。あっと顔面踏みつけ。抱えた。ジャックハマー。あっと返していった。これは強烈ですね。そうですね。起こした。ドロップキックが突き刺さる。足を殺していった。ストンピングを叩き込む。肉体を躍動させる。もうこれは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。ラリアット。カウントに入る。ロープブレイク。掴んだ。ハンマー気味のパンチ。組み合った。巻き投げで切り返した。バックを取って強烈に叩きつける。引き起こす。ヘンメレッド。レフトハンドでラリアット。立たせていく。さあ首をかっ切った。ドロップキック強烈。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。ああ、今頭打ったんじゃないですかね。脳天下手が打ちつけたか。ガチンと組み合った。正面から投げを見舞った。先頭強烈。すごい顔で打つ。あっとラリアット。ここで持っていくのか。頭を掴んで、うわっと逆に蹴っていった。奥歯を噛みしめた。脳天食い打ち。パイルドライバー。抱き起こす。バックフリップ強烈。立たせていく。トップロープを狙う。あっとミサイルキック。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。引っこ抜きか。ドリルアホールパイルドライバー。
き起こす。腰に手を回した。バックドロップ気味のジャーマンスープレックス。引き起こす。トップロープを奪う。トップロープからミサイルキック。強烈逆エビがため。勝てるか。バックフリップ。起こした。放っていくのか。ミサイルキックが発射された。起こした。ライアット強烈。15 minutes ball。立たせていく。張り手。腕を回した。五臓六腑に染み渡る。いけるか。ロープに振った。バックフリップ。そのまま耐え固め。カウントスリシングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー01 330ポンド、バトルサファーリー。頑張れ頑張れ。赤コーナープロレスリングノア295ポンド、泉田純アン。レフリー阿部慎介。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。コーナーに振った。タックルぶちかわし、引き起こします。腕をフックします。リバースで返します。おなじみのポーズです。組みに行きます。あっと、そのまま投げてまいります。スタンディングを取らせます。打ち込んでまいります。組み合います。パンチで返します。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、
ある程度痛みってのは感じないんですよ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。行くのか。逆に振り返してショルダータックルで倒します。無人島に漂着してしまった。モンゴリアンジャップ強烈。この男のレスリングの下地というものは侮るわけには参りません。切れ味鋭いスープレックス、そして絶妙なグラウンドコントロール、この輝かしい実績は伊達じゃないさせません。掴んだ。蹴りを見舞ってまいります。小気味のいいパンチです。ロックアップ、コーナーに振ってカウンターであります。キックを打っていきます。この辺りの攻撃いかがですか。いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。フロントからのキック組みに行きます。逆に投げてまいります。抱えます。パンチで返します。組み合います。巻き投げで切り返します。鈍い音が館内に響きます。腕をフックします。簡単にはいきません。行くのか。逆に投げてまいります。起こします。ロックアップ、巻き投げで切り返します。組みに行きます。そのまま投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。今のスープレックスなんですがいかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんですよ。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。館内も盛り上がります。小脇に抱えます。ハンマーを振りかざします。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。起こしてまいります。ラリアット左腕、ラッサンボーに転じます。腰を落とします。あと逆に返した。引き起こす。相手を挑発した。バックを取ってバックドロップ、逆行。このポーズ、ハンマーを落としていく。いけるか。あっと後ろに投げ捨てていった。組み合った。そのまま投げていった。出た、ガファリップです。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。そのまま締め上げる。ガジェット組み合った。ロープに振って、あんた後ろに投げていった。気合を入れた。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。鈍い音が館内に響いた。組み合った。あっと返した。いけるか。ロープに振った。ショルダータックル、なぎ倒し。あっと逆に切り返した。頭を掴んで容赦のないヘッドバット攻撃。放っていくのか。ファリプレス、恐怖の太鼓腹。カウント 2.9。 そうは簡単には
巻き投げで切り返した。腕をフックした。フロントからの投げで転じる。決めに行くのか。ガファリプレス圧殺系だ。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。抱えた。膝を突き上げていった。フロントに捉えた。あっとフロントスープレックス。相手を挑発した。ハンマーパンチ強烈。抱えフロントからのスープレックス。このポーズ出た。ガサリプレス。まっしぐらに獣道を突き進んでまいります。突撃コング橋誠の入場であります。橋天狗カイザー、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー01260ポンド天狗カイザー。天狗天狗天狗。赤コーナープロレスリングノア220ポンド橋誠。橋レフリー阿部慎介。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。あばら折りに持っていきます。打ち込んでまいります。ブロックします。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか、耐えます。おっと逆に捉えた。足攻めに転じます。掴んだ。あっとエルボー。ガードします。全身でぶちかましてまいります。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああなるほど。ブロックします。組み合います。逆
返して。この辺りの攻防、目が離せませんね。こういうレスリングの攻防は素晴らしいですよね。掴みます。さあ、鞍馬山から飛来してまいりましたこの天狗カイザー。数百年の眠りから覚めたばかりのこの男ではありますが、逆に我々の目が覚めるほどの技のキレ、トリッキー&華麗、幻惑の山伏、今戦いのホラガイを吹く。逆に返します。行くのか。返してまいります。腰を落とします。ハンマーを振りかざします。掴みます。ヘッドバットを打ち込んでまいります。逆に倒します。ロックアップ、切り返します。エルボー組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。同時目のスリーパーに入ります。組み合います。逆に投げてまいります。円形の膝十字、ハシロックであります。抱えます。させません。掴んだ。逆にバックに回った。あと返します。ストンピングです。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。ボールに入ります。返してまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。掴んだ。腕攻めに転じます。乾いた音が館内に響きます。肘を打ち込んでまいります。行くのか。バットを返します。おなじみのポーズです。ロックアップ、逆に返します。腰を落とします。脳天を打ち据えます。パイルドライバー、ゴツゴツした鈍い音が響きます。ストンピングを叩き込んでまいります。あっと、シャイニングウィザード、相手を挑発してまいります。スタンディングを取らせます。ロックアップ、コブラツイスト、グラウンドコブラ。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ヘッドでいった。いけるか。逆にロープに振った。掴んだ。うわっと、逆に蹴っていった。10分経過。腕を振ってした。ボディスラムで叩きつけた。強烈逆肩エビ固め。組み合った。破壊石がぐさりと突き刺さった。一気に両立するのか。カバーした。トゥーカウント、まだ足りません。ガジェット組み合った。コーナーに振った。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。あっと、蹴り返した。ストンピングを叩き込む。抱えた。リバース式のタイガードライバー。さあ、がっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。エルボーを入れていく。首根っこを掴んだ。昇天決まった。体を預ける。ここが踏ん張る
からは精神力の勝負ですよ。出ろ！バット！キャッチした！想定を打ち込む！ガードした！出ろ！フロントキック！ガジェット組み合った！バット！逆に投げていった！カウントは入る！カウント 2.9！ 重点を打たないと！そのまま倒していった！頭を掴んで、あと逆にキック、組み合った、ロープに振った、あと鈍い音がした、抱き起こす、もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。そのまま体が固め、カウント3が入りました。タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。60分一本勝負を行います。青コーナー志賀さん、ゼロワン240ポンド西良寺、西250ポンド星川直弘、星川番長、赤コーナープロレスリングノア210ポンド志賀健太郎、190ポンド健太、健太さん、レフリーマイティ井上、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ロックアップ、コーナーに振った、逆に切り返します、足に照準を絞るのでありましょうか。ロープに逃れました、組み合います、場外に落とします、リング下に降ります、掴みます、キックを打ってまいります、バックからスリーパーに入ります、
ちしてまいります。あります。足を殺してまいります。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。フライングメイヤー。館内がどよめきます。ブロックします。バットを返します。エルボーを入れていきます。チキンウィングに固めてまいります。掴みます。ガードします。エルボー立ってまいります。抱えます。膝を使ってまいります。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。ランニングしたらエルボー、腰を落として逆片指固めの体勢です。掴んだ、させません。腕をフックします。ニーを突き上げます。気合を入れてまいります。空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。強烈なキックです。アップとエルボー、アップとエルボー。行くのか、逆に投げてまいります。起こします。バックに回ります。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんです。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。ロックアップ、ロープに振って、起こしてまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。腕を取ります。脇固めに持ってまいります。腕を回します。ストマックへの攻撃であります。組みに行きます。返してまいります。スタンディングを取らせます。腰を落とします。エルボーでブロック。おたけびを上げます。サイドを抱えます。バックトラップ、ヒョールド、ロープに逃れました。組み合った、ロープに飛ばした。おお、架空を見上げたか。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。重いですね、一発が。後頭部エンジン。跳ね降り固めに持ってった。いけるか。あと逆に返した。ここでタッチだ。10分経過、10メレットを掴んだ。キック、ものすごい足を狙っていった。ガジェット組み合った、あっと返した。マックに回った、エルボーを入れていく。首根っこを掴んだ。ニーリフト強烈、頭を掴んで、うわっと逆に蹴っていった。小脇に抱えた、エルボーで返す。ローリングスバット、チョップ強烈、強烈なローだ。あー、危ないですよ。垂直落下か。張った、組み合った、逆に振り返した。なんと逆に切り返した。
超強烈。していく。先頭強烈、立たせていく。あっと、そのまま後ろに投げていった。気合を入れた。起こした。円陣蹴り。腕を取った。腕すぎ十字固め。ロッププレイク。あっと、エルボー。ガジェット組み合い、正面から投げを見舞った。抱き起こす。ネオザライトスープレックス、北斗拳爆。カウント2、返しました。すごい顔で打つ。15分経過、15ミレントした。ドラゴンスクリューで倒した。引き起こす。ここでスイッチ。首根っこを掴んだ。蹴りをぶち込む。稲妻、抱き起こす。エルボーで切り返す。ドロップキック。場外に降りる。リングに戻ります。リングに戻ります。コーナーに登って、コーナー最上段から円錐蹴り。ストッピング、立たせていく。バックを取って、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。強烈に決めていった。ここでノープブレイク。ガードした。放っていくのか。ドロップキック組み合った。バタフライの羽が大きく開かれた。張り手、ガードした。強烈。
ものすごい重低音バズーカ、おー、マックスバルテージ、カウント入る、もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。逆肩エビで一気に決めていった。抱き起こす、バタフライロック羽織り固め、さあタッチ、25分経過、25 minutes go。あとスクールボーイで丸める、ノープブレイク、ガブライアルキック掴んだ、あと逆にキック、エルボー打ち込む、全然切り引き起こす、あと逆に捉えた、今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。強烈キック攻撃、立たせていく、サイドを取った、バックドロップが綺麗にセンスを広げた、起こした、グラウンドに持っていった、立たせていく、腰に手を回した、おっと両手ふっさか、引き起こす、バックを取って、あっとエビ固めで丸めていく、カウント 2.8、 そうは今夜は下ろしません。フロントキック、エルボーを打ち込む、ガチッと組み合った、ロープに振った、肉体を躍動させ、ローザ行くのか、ローザライト得点バックスタメン、カウント3が入りました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。
強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。アンダーソン、森島、タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、いけアンダーソン、01、235ポンド、 CW アンダーソン、アンダーソン、アンダーソン、270ポンド、キングジョー、キングジョー、赤コーナー、アンダーソン、プロレスリングノア、森島、275ポンド、森島たけし、森島290ポンド、リキ、リキオたけし、レフリーマイティー井上。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。スリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。行くのか、逆に投げてまいります。スリーパーに捉えます。ロープブレイクです。組に行きます。投げてまいります。スタンディングを取らせます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。バックからスリーパーに入ります。抱えます。パワーボム、投げっぱなし、スリーパーで締め上げます。組み合います。逆に振り返した、パワースラム、跳ね上げてまいります。回った、エルボーでブロック、ここでタッチです。組み合います。ロープに振った、そのまま浴びせていった、肩が上がります。あっとキャッチした、させません。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。打ち込んでまいります。キックを打っていきます。フロントからのキック、ロックアップ、サイドバスターで落とします。アッとエルボー、組みに行きます。巻き投げで切り返します。この辺りの関節攻撃いかがです。ちょっと浅いですね。そうですか。スイッチしてまいります。逆に捉えた、投げ技っていうのはね、あんまり受けるっていうことは好きじゃないけど、下手に捉えるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないでいっちゃった方がいいんですよね。ああその方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。乾いた音が館内に響きます。リング上はリバースボストックラブの体勢です。ロープに逃れました。掴んだ、逆に返します。バックに回ります。
バックを取ります。打たせません。エルボー、腰を落とします。小脇に抱えます。今すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。フロントに捉えた。バット返した。いけるか。巻き投げで切り返した。腕をフックした。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。抱き起こす。全体重を落としていった。ここでロープブレイク。ボディスラムで投げつける。引き起こす。サイドからバックドロップ。ここでタッチだ。抜くのか。ハンマー気味のパンチ。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。あと逆に返した。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。首根っこを捕まえて。あと返していった。見栄を切った。エルボー強烈。すごい音がした。腕を振っ、あっと外した。張り手抱えた。あっと耐えた。蹴り上げていく。あっと逆にパンチ。ラリアット左腕起こした。ラリアット強烈。立たせていく。スイッチ。ニーを落としていく。掴んだ。ヘッドバット。レーダーだ。立たせていく。打たせない。組み合った。ロープに振った。そのまま叩きつけていった。エビに固める。ロープブレイク、ロープブレイク。場外に落とした。ブランチャー。強烈に決めていった。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。15分経過。蹴っていった。ガジェット組み合った。お気をつけください。ここでタッチだ。リングに戻ります。あっとキャッチした。足を殺していった。抱き起こす。すごい顔で打つ。フロントキック。組み合った。
あっと逆に投げていった。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。キック、いけるか。コーナーに振って、チョップ強烈。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。エルボーで返す。腰に手を回
ました。エルボーで切り返す。ガジェット組み合った。逆に振り返して。ストッピングを叩き込む。カバーした。ロープブレイク。引き起こす。組み合った。ロープに振って、タックルぶちかわし、立たせていく。バックを取って、同締めスリーパー。岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた。させません。至近距離からのライアット。いけるか。コーナーに振った。顔面蹴り上げる。フィニッシュになるか。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。抱き起こす。バックドロップ、きれいにこう描いた。サーティーメレッド、どうか。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。ロープに飛ばした。ラリアット。さあ決まるか。カウント3つ、カウント3つ入りました。
澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、挨拶は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか、打たせません、抱えます。2位を突き上げます、フロントに捉えます、蹴ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか、エルボー行くのか、コーナーに振ってカウンターで返します。全身でぶちかましてまいります。腕をフックします、耐えます、ロックアップ。あのですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。ああなるほど、掴みます、ハンマーが襲ってまいります。腕をフックします、させません。あっと逆に捉えた、パンチで返します。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。逆に倒します、返してまいります。ショルダータックルで倒します。館内も盛り上がります。ラフ殺法に転じます、腕を回します、ブレンバスターで切り返します。ブレンバスターに取ります、逆に投げてまいります。組み合います、逆に返します。足攻めに転じます、組みに行きます、対角線に飛ばした。いやらしい攻めを見せてまいります。組みに行きます、コーナーに振った、カウンターであります、抱えます、パンチで返します、ロックアップ、切り返します、カバーの体勢、ローププレイク、行くのか、ロープに振った、バットキャッチした、させません。エルボーを入れていきます、足を狙ってまいります、ストンピング、蹴りつけてまいります、引き起こします。ジャーマー後頭部痛打、嬉しい逆十字の体勢、ロープにブレイクしました、掴んだ、キックで返します、抱えます、強烈であります DDT。 腕をフックします、ブレインバスターで叩きつける。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ、腰を落とす、エルボーで切り返す。これは強烈ですね。そうですね、腕をフックした、あっと逆に蹴っていった、アームロック、アームロック、ここでロープブレイク、あっと返した、組み合った、あっと逆に投げていった、引き起こす、いけるか、あと逆に返した、フロントに捉えた、させません、抱えた、
10分経過。 DDT の同点。肉体を躍動させる。スピアーが突き刺さった。四球ウイングで固めていく。ロープブレイク、キック、担ぐか、蹴り上げていく、抱えた、おっと外した、腕をフックした、フロントからの投げで転じる、抱き起こす、あと耐えた、ガジェット組み合った、逆に返した、ストッピング、気合を入れた、抱えた、ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。組み合った、あっと切り返した、至近距離からのラリアット、抑え込んでロープに逃れました。腕をフックした、あっ逆にパンチ、抱えてフロントスープレックスで引っこ抜いた、無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。ここからは大技の 2,3 発持っていきたいですよね。頭を掴んで強烈ヘッドバット、いけるか、逆に振り返して、ガジェット組み合った、ロープに振った、ラリアット、ラリアット投げ倒し、エビに固める、カウント3つ、カウント3つ入りました。結成されました。その姿を今表します。姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。60分一本勝負を行います。青コーナー横井01 205ポンド横井ひろたか横井いけ240ポンド佐藤光平赤コーナーチームカオス230ポンドハンクフォレスト
230ポンドスコーピオ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 レフィーマイティー井上スコーピオさあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。回転下のキックです。ギロチンを落とします。腕をフックします。ニーを突き上げます。組に行きます。逆に返します。ラフサッポーに転じます。行くのか。逆に投げてまいります。バックを取ります。エルボーで返します。腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。あっとキャッチした。キックで返します。ここでタッチです。おなじみのポーズです。掴んだ。強烈に打ち込みます。懐に入るスピード速かったですね。これだと相手はきついですよ。ええ、一瞬でしたもんね。起こしてまいります。ローキックロックアップ切り返します。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。アッとエルボー。腕を取ります。簡単にはいきません。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。パンチで返します。ガードします。腕を捉えます。振りほどきます。腕を取ります。アームブリーカーに取ります。スイッチしてまいります。ロープに逃れました。地獄のツープラトン。カウントが入ります。ここでロープブレイク。おっと逆に捉えた。させません。蹴り上げていく。エルボーを打ち込む。バットキャッチした。テイクダウンを奪った。立たせていく。エルボーで切り返す。顎を狙っていく。腕をフック。打たせない。バット逆に捉えた。あと逆にパンチ。組み合った。バット逆に返した。抱き起こす。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。ラリアット。起こした。すごい顔で打つ。ガジェット組み合った。バットローテン砕けつったか。引き起こす。フロントキック。ここでタッチだ。いや今のは綺麗に入ってますよ。首をかけたか。掴んだ。グーの鉄拳制裁。あっと返した。腕しげ入った。いけるか。あっと投げていった。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。タックルに行かせません。外した。フック。
った嬉しい逆十字ロープブレイクアップパンチバットキャッチしたアップ逆にパンチここでスイッチ10分経過10名レッツゴーローキック強烈そのまま耐え固め岸壁の母の胸に抱かれましたバックに回ったおっと丸めていったもうこれは闘争本能ですねもう記憶は飛んじゃってると思いますよ小僧ロップに染み渡るガジェットくん倒していったあっと鈍い音がした足を殺していったいけるかロープに飛ばした A ボーストンピングを叩き込むここで自分の中に持っていきたいですね抱えた膝を突き上げていった攻めてる方ももうかなりきついと思いますねはいバット返した首根っこを掴んだハンマー気味のパンチ組み合った場外に落とした場外に移行したサイドを取ったバット外した逆に捉えたバックを取ってエルボーで返す腰に手を回したああ今頭打ったんじゃないですかね脳天したたか打ちつけたかリングに戻りますリングに戻りますさあタッチFifteen minutes go. あっとキャッチしたエルボーを入れていくあっとエルボー逆にロープに振ったあっとそのまま後ろに投げていくバックに回ったあっとうまく切り返した引き起こすガジェット組み合ったコーナーに振ってバットジャンピングに抱き起こす組み合ったロープに振ったジャンピングしてのエルボーさあタッチいけるかさあ首をかっきった組み合った強烈リアリティチェック片指に持ち込むカウント 2.98 これでも決まりません正面から投げていったWe'll be right back.
原達人が入ってまいります。先生を盛り上げる若き仕事に金丸義信が入ってまいります。金丸、金丸さん、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー金丸ゼロワン230ポンド高いわ達人、いけ高いわ金丸。赤コーナー金丸プロレスリングノア200ポンド金丸よしのぶ。レフリーマイティー井上金丸。今ゴングが鳴りました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。スタンディングを取らせます。あっとキャッチした、ラリアット強烈、起こしてまいります。バックに回った、あっと逆に切り返した、跳ね上げてまいります。チョップがうなってまいります。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、コーナーに振って、あっと逆に丸めていった、肩が上がります。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。組み合います。ロープに飛ばした。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも肌の色艶がいいですよね。これは調子がいい証拠だと思いますよ。ああそうですか。ブレンバスターに取ります。耐えます。掴んだ、ハンマーを振りかざします。腕をフックします。蹴ってまいります。抱えます。もはやジュニア選手として独自のスタイルを確立したといえますこの金丸義信、スパイスの効いた反則技と華麗な空中戦はファンを魅了してまいります。さあその金丸が今夜もリングでスパイスの効いたプロレスを展開していくのでありましょうか。フライングメイヤーで倒します。ニードロップ、キックを打っていきます。腰を落とします。ドリラホールパイルドライバー、ニーを落としてまいります。逆十字に持ってまいります。エルボー、いくのか、コーナーに振った、あっと逆さずりにしてまいります。締められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。抱えます。ブレンバスター高速で投げてまいります。ギロチンを落とします。腕を回します。強烈に打ち込みます。的確なドロップキックです。腕を狙ってまいります。エビに固めます。カウントは2つ。フロントからのキック、フロントからのキック、エルボーを入れていきます。
相手を挑発してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。顔面に突き刺さります。引き起こします。腕をフックします。 DDT。 エビに固める。ロープに逃れました。抱えた。 DDT 脳天。引き起こす。組み合った。マンハッタンドロップ。抱き起こす。ブレンバスターで切り返した。いけるか。逆に返した。起こした。ガチッと組み合った。ロープに振って、ラリアット。ものすごい。腕をフックした。リバースで切り返した。おっと、逆に捉えた。円錐切り。バックを取って、ベースバスター。顔面粉砕。立たせていく。抱えた。あっと、逆に投げていった。ストンピングを叩き込む。あっと、キャッチした。バックに回った。あっと、急所攻撃。エルボーで返す。組み合った。ボディスラムで投げつける。立たせていく。バックを取って、おっと、膝を叩きつける。引き起こす。いけるか。おっと、後ろに落としていった。起こした。ブレーンバスターで投げつける。頭を掴んで、あっと、金的か。おっと、チョーク攻撃。ガチッと組み合った。そのまま後ろに落としていった。蹴り上げていく。これで決まったか。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。蹴っていった。腕をフックした。シュミットリューで倒していった。片エビに持ち込む。カウント2。返しました。担ぐか。デスパレーに行った。奥歯を噛みしめた。裏カンナラで固める。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。ああ、危ないですよ。垂直落下か。カバーの体勢。ここでロープブレイク。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。あっと、ドロップキック。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。見栄を切った。組み合った。首がために持っていく。トゥーカウント。15分経過。ガチッと組み合った。15ミネットゴー。アップ、逆にパンチ。あっと、DDT。 トップロープを奪う。ディープインパクトが突き刺さった。押さえ込んで、カウント3。リー
100の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。60分一本勝負を行います。青コーナー玉切り245ポンド田中雅人、245ポンド大谷慎二郎、赤コーナー230ポンド佐野拓磨、270ポンド田植明菜、レフリー西永修一、がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか、起こします。行くのか、サイドからヘッドロックの体勢に移行します。組み合います、ロープに飛ばした、顔面に突き刺さります。腕を回します、ストマックを狙ってまいります。ロックアップ、ボディスラムです。腕を捉えます、エルボーを入れていきます、掴みます、膝を殺してまいります。ストンピングです、腕をフックします、強烈に打ち込みます。ここでタッチです。バット、キャッチした、させません。バット、逆に捉えた。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですよね。蹴ってまいります、組みに行きます、ボディスラム、胴を打ち込みます、バックに回ります、肘を打ち込んでまいります。行くのか、逆に振り返して、この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。リバースで返します、跳ね上げてまいります、組に行きます、逆に倒します。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。エルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。ローリングしたのキック、掴んだ、ハンマーを振りかざします、掴みます、アップ、エルボー、ブレンバスターに取ります、ブレンバスターで切り返します。
館内に響きます。キックで返します。掴んだ、逆に返します。スイッチしてまいります。張ってまいります。カウントが入ります。肩が上がります。強烈なキックです。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ返してまいります。このあたり決まり具合いかがですか。まだ入ってませんね。フロントからのキック、ここでタッチです。掴みます。キックで返します。パンチで返します。ラリアットなぎ倒し、このあたりの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージはあるんですよ。そうですか。リング上はキャメルクラッチの体勢です。組み合います。あと返します。さあ、ロメロスペシャル釣り天井です。リング内に戻ります。リング内に戻ります。あと逆に枠固めで切り返す。掴んだ、アップとエルボー、顔面を蹴り上げます。コーナーに登る、フットスタンプ、踏みつけ、腰を落とします。あとリバースで返してまいります。返してまいります。抱えます。ブランケンシュタイナーで切り返した。カウントは2つ。スイッチしてまいります。腕をフックします。逆に投げてまいります。抱き起こす、ガバヤハイキック、ガチッと組み合った、エプロンサイドから投げていった。あっとプランチャー、狂気攻撃だ。組み合った、あと逆に投げていった、リングに戻ります。リングに戻ります。ここでスイッチ、あと逆に捉えた、足を殺していった。ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。掴んだ、エルボーで返す、いけるか、対角線に飛ばした、エルボー起こした、がっちり入った、嬉しい逆十字、ローを打ち込む、いけるか、あっと返した。15分経過、15ミネットゴー、いった、ロメロスペシャル。ローキック強烈、ここが攻め時ですね。相手はダメージありますからね、一気に行きたいですね。おっと、逆に腕を取った、逆に返した、
ャッチした。あっ、逆にパンチ。合体してのパワーパー。立たせていく。チョップからだけ。はったー。引き起こす。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。抱えた。あと DDT。バックに回った。小脇に抱えさせません。組み合った。投げていった。すごい音がした。腰に手を回した。バックを取って打たせない。さあタッチ。あっとキャッチした。そのまま足を決めていった。ここでタッチだ。サンセットフリップ。容赦のない攻めだ。おっと逆に捉えた。あっ、逆にパンチだ。張り手。右分岐が20ミリ。すごい顔で打つ。脳天食い打ち。パイルドライバー。あっと、ミサイルキック。クマを噛みしめた。リバースで返した。アームロックで決めていった。ロープブレイク。ガジェット組み合った。ロープに振って、組み合った。あと逆に倒した。引き起こす。立たせていく。腰に手を回した。エルボーで切り返す。ガチッと組み合った。コーナーに振った。スイング式の DDT。 首根っこを掴んだ。ラフに転じる。
早くもコルノワールド展開であります。策略男爵スティーブ・コルノが入ってまいります。才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー丸藤くん01240ポンドスティーブ・コリーノ。コリノコリノ。赤コーナープロレスリングノア205ポンド丸藤ナオミチ。レフェリー西永修一。コリノ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか、ロープに振った、ドロップキックを見舞ってまいります。ロックアップ、ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。このポーズです。キックを打っていきます。フライングメイヤー、バックからスリーパーに入ります。組みに行きます。ロープに飛ばした、相手を挑発してまいります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。させません。組み合います。フライングメイヤーで倒します。さあ粘着質激しい、この3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あそうですか。組みに行きます。倒してまいります。スリーパーに捉えます。ロープに逃れました。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。ガードします。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。強烈であります。 DDT ストンピングです。掴みます。あっと急所、エルボードロップ、蹴りを見舞ってまいります。ブロックします。起こします。サミング、このポーズです。腕を取ります。腕を狙ってまいります。逆水平、ガードします。ドロップキック、膝、エルボー、膝を殺してまいります。
ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。これは苦しい。超攻撃です。行くのか。逆に投げてまいります。あったあった。晴れて攻撃。蹴ってまいります。組み合います。切り返します。逆片指固めに移行してまいります。ロープブレイクです。掴んだ。キックで返します。組みに行きます。逆に振り返した。足を狙ってまいります。そのまま固めます。カウントは2つ張ります。フロントからのキック。組み合い、バッと返した。ストンピング強烈。カバーの体勢。3つは入りません。水平打ち。抑え込んで、カウント 2.5。 ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。エルボー強烈。ガジェット組み合った。逆に返した。ドロップキック、的確であります。カウンターが待っていた。張った張った。マウントからの張り手。ロープブレイク。腕をフックした。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。小脇に抱えた。うまく切り返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。引き起こす。あと逆に投げていった。組み合った。逆に振り返した。重い逆水平だ。強烈ダイヤモンドカット。抱えた。ブレーンバスターで投げつける。ストンピングを叩き込む。片エビに持ち込む。ロープブレイク、ロープブレイク。起こした。バックを取って、バックドロップ。岩石砕け散る。バックに回った。あとスクールボーイで丸める。ロープに逃れました。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。あと急所攻撃。する超技巧派小川義成が大見得を切りながらの入場であります。
シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー01 220ポンドローキーローキーローキーキー小川。赤コーナープロレスリングノア210ポンド小川吉田リー小川レフリー西永修一。打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。グーを打ち込みます。掴みます。腕を殺してまいります。乾いた音が館内に響きます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。膝を狙ってまいります。ブロックします。ランニングしたエルボー、フラッシュリングエルボー、速い展開であります。ロープに振ったロックアップ。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね、いい攻撃だと思いますよ。はい、こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。登場するや否や瞬く間に人気者となりましたこのローキー。奇想天外なミラクルムーブでファンの心をがっちり掴んで離さないこの男が、今宵はどのような引き出しを見せてくれるんでしょう。組み合います。切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。あっと逆に切り返した。いやー、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、ための体勢であります。打ち込んでまいります。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。リング上は足4の字固めであります。ガードします。足を殺してまいります。あります。顔面を捉えます。蹴りを見舞ってまいります。足を狙ってまいります。円錐蹴り、ラフサッポーに転じます。行くのか、リバースで返します。フットスタンプで踏みつけます。コーナーに登って、ここは戻ります。あっと浴びせ蹴りだ。させません。このポーズです。バックに回ります。エルボーでブロック、バックを取ります。ニールキック、カウントが入ります。ロープブレイクです。組みに行きます。コーナーに振った。あと逆さ釣りにしてまいります。ドロップキックが突き刺さる。抱き起こす。バックを取って、バックドロップホールドで固める。カウント2、返しました。気合を入れた。蹴り上げていく。あと逆に丸めていった。ロープに逃れました。抜くのか、打たせない。組み合った、バックに回った、外した、ガードした。一気にスパークするのか。もうレッドゾーン入ってますね。
もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、小脇にかっちゃう。ビビしたろ。そのままジャックナイフで固める。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。カバーの体勢、ここでノープブレイク。ブレンバスター行くのか。あっと、うまく切り返した。カウント2.9。そうはカウントにはいけません。相手を挑発してまいります。
ロックアップ、逆に倒します。レトロ調の技を繰り出してまいります。スイッチしてまいります。抱えます。させません。組みに行きます。拷問コブラで締め上げていきます。蹴りを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、肘を打ち込んでまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。ボールに入ります。技の仕掛けが早いですね。勝負に行ってますね。腕を回します。蹴ってまいります。パンチで返します。組み合います。逆に投げてまいります。ここでタッチです。掴んだ。キックで返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。おっと、逆に捉えた。ローキック、アッと、エルボー。行くのか。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。そうですね。耐えます。腰を落とします。小脇に抱えます。えげつないニークラッシャー、引き起こします。ニーアタック、起こします。スープレックスに転じます。立たせていく。ノーザンライトスープレックス、ポクトゲットバック、カウント2、返しました。あっと、キャッチした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。引き起こす、いけるか。ロープに飛ばした。ジャンピングに片エビに持ち込む。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。ここでタッチだ。掴んだ。逆水平、足を殺していった。喉割り捉えた。あっと、叩きつけていった。抱き起こす、打たせない。頭を掴んでハンマー気味のパンチ。打ってる方も辛いはずですよ。はい、逆に返した。全体重を落としていった。重い逆水平だ。おっと、逆に捉えた。バックに回った。拷問コブラで締め上げる。組み合った。あと、逆に倒した。あっと、チョーク攻撃。ここでスイッチ。ガジェット組み合った。10分経過。巻き投げで切り返した。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。エクスプロイダーの体勢させません。いけるか。コーナーに振った。ゼロ戦。放っていくのか。ダイビングエボー。さあ、渾身の力で
締め上げる。これは完全に入ってますよ。全体重を乗せたエルボー。抜くのか。あと逆に繰り返した。小脇に抱えた。バックドロップからゴールで叩きつけた。ロープブレイク。ここでロープブレイク。ドロップキック。リバースバイパーで固めていく。行くのか。あとファルコンが2カウント。組み合ったボディスラムで叩きつけた。小股に挟んだ。リバースで切り返した。さあタッチ。ガジェット組み合った。場外に落とした。このポーズ。場外に移行した。ランニングでクブリカドロップ。立たせていく。ミミズバレになる逆水平。ハンマーパンチ強烈。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT 引き起こす。ブロッキー状況か。抱き起こす。リングに戻ります。組み合った。デンジャラスエリアから投げを見舞った。降りる。あっとキャッチした。バックを取ってエルボーで切り返す。リングに戻ります。エルボー強烈。ガチャッと組み合った。場外に落とした。場外に降りる。腰に手を回した。あと耐えた。小脇に抱えた。バックドロップ完工。ストンピングを叩き込む。いけるか。お気を付けください。さあタッチ。20分経過。20 minutes go。 腕をフックした。ブレーンバスター。おっと滞空時間が長い。
三沢光晴の入場であります。橋本、橋本、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー01 300ポンド橋本深夜、橋本赤コーナープロレスリングノア255ポンド三沢光晴、三沢レフィー西永修一、三沢ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ガードします。行くのか、ボディースラム、エルボーを入れていきます。ボディースラムです。あと返します、抱えます、膝を使ってまいります。腕をフックします。ニーを突き上げます。つかみます。のろぼとを狙ってまいります。返してまいります。ロックアップ、逆に振り返してカウンターであります。組みに行きます。切り返します。ブレンバスターに取ります。させません。掴んだ、あっとエルボー、組み合います。逆に返します。逆らう者は全て根絶やしにすると語りますこの橋本真也、自身の目標であります天下富武、そしてゼロワンのさらなる発展を目指し、今宵も得意の爆殺シューティングで対戦相手を蹴り壊すのか。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。行くのか、逆に投げてまいります。この辺りのグランド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。キックで返します。こういう技なんですが次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ラフ殺法に転じます。テイクダウン、そのままプラスしてまいります。エルボー掴んだ、実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。スタンディングを取らせます。膝を入れていきます。組み合います。フロントから投げてまいります。引き起こします。打たせません。テイクダウンを奪います。そのまま足を取ります。おっと逆に捉えた、バックに返してまいります。逆十字に持ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。組みに行きます。逆に倒します。起こしてまいります。打ってまいります。キックを打っていきます。
ブロックします。ドロップキックが突き刺さる。バットキャッチした。あと逆にパンチ。腕をフックした。ジャンピング DDT 首から突き刺さった。立たせていく。そのまま叩きつけていった。抱き起こす。バックに回った。腰に手を。あと耐えた。頭を掴んで、バット逆にキック。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。抱えた。 DDT 前頭を突き刺さった。トップロープを奪う。いけるか。正面から投げていった。掴んだ。バットうまく切り返した。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。腕を殺していった。エルボー強烈。ロープに振ってそのまま浴びせてまいります。放っていくのか。高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。組み合った。そのまま投げていった。引き起こす。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。頭を掴んでうまく切り返した。起こした。させません。逆にバックに回った。小脇に抱えた。エルボーで返す。首根っこを掴んだ。五臓六腑に染み渡るキック。引き起こす。抱えた。ジャンピングしてろ DDT。 体を預ける。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。そのまま締め上げる。バックを取って、バックを取って、エルボーで切り返す。腕をフックした。打たせない。抱えた。ジャンピング DDT。三角締めがガッチリと入った。岩壁の母の胸に抱かれました。掴んだ。ガードした。腕をフックした。ジャンピングしてろ DDT。 そのまま